はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウルの動画です。ということで、なんかね、新しいイベントが来てて、一撃入魂ってことで、ね、最高ダメージを競い合うっていうイベントが来てますね。まあ今日から3日間だけらしいですが、3日っていうかまあ10日で13日までだから、4日間あるのか。4日間で、青木をね、ぶん殴って、1ターンでね、与えたダメージで競うみたいですね。で、1日3回さ、1日最大3回まで挑戦できて、1ターンに与えたダメージの最高ダメージと期間中に与えた合計ダメージの2種類なので、まあ何にしてもね、3回は殴りましょうって感じかな、合計ダメージのランキングがあるから。で、一応ね、2回殴ってあるので、3回目、今殴ってみようと思いますってことで、行きましょう。使ってるのが、先導以外レベル50。先導だけレベル18だか、18、19ぐらいだったと思う。あ、19か。ガチでやるなら、鴨川会長のレベルっていうかね、レベルリセットして、その葉っぱ先導に突っ込んだ方が、1ターンのダメージは出ると思いますが、まあちょっとそこまでやるのは、面倒なのでこのまま行きます。じゃあ行きましょう。はい、さあまずは、高村がダイナマイト、ダイナマイト出なかった時点でこれはダメですダイナマイトパンチやってくんないと、モーダはね全体攻撃なんで、これオートで競うからね、ちょっと運ゲーですね。そう、1ターン目勝負なんで、ダイナマイトパンチ出てくれなかった時点でこれは全然ダメージ出ないですね。はい、ということでこれはダメだね。4500、4900、6000、4500ってことなんですが、2回目の挑戦に関してはね、ダイナマイトパンチがクリティカル出たので、そういうことで6000は出てますって感じかな。そうだね。ジム内ランキングで見ても4位か、6000だと。はい、まあこういうイベントが、新たに来てますと。あれ、無料ガチャなんて何で、これ引けるんだ、じゃあ引いちゃおう。いけ、お、ボルグ来るか。さあどうでしょう。おー、しよ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 し、オッケー、ボルグ来たのは嬉しい。ラッシュか。ちょっと待って、これボルグ何枚持ってたっけ。プラ2か、プラ3だね、今回で。プラ3。ラッシュちょっと引いてみる、葉っぱも欲しいし。あ、どうしようまさか、そうか、無料ガチャピックアップで来てくれるとは思わなかったな。どうしよう。一応今日予定としてはね、お知らせでね、新しいイベント来たのを紹介して、リーグ戦やってね、動画終わりにしようかなと思ったんですが、どうすかな。ちょっとでも長くなるのも嫌なんだよな。リーグ戦分けるか。ちょっとラッシュ来たので何回か追います。いけ、さあ来い。星5出たら撤収。出ないはい、これはちょっとダメ。もう一回行きましょう。いけ、さあ来い。よし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 、オッケーオッケーオッケー。
ボルグ被ればなお嬉しいが、オッケーオッケーオッケー、よし、じゃあここでね撤収しましょう。はい、まあ無料分の他は20連しかしてないから、まあそれでボルグ2枚出てればオッケーかな。あとイベントでゲットした星5剣玉もついでに引いちゃいましょう。これはまあ確定なので何が出るか。あ、宮田キャラは好きちょっとまあこのゲーム的に活躍できるかは微妙なんだけどね。でイベントに関して言うと、もう一つ、激突なにわの虎対北欧の狼なんですが、高難易度 1-2 っていうのが加わったり、ポイント交換所にね報酬が追加されましたと。でね、あの追加された報酬に関してはあのバカ高いんだけど、当初からある商品は特別価格で設定されており、追加分は従来の価格となりますのでご了承くださいということで、追加されたバカ高いやつの方が、従来の価格だよっていう、なんかよくわからんそんなことあるかみたいな、ことが書かれてますが、見てみるとね、まずね葉っぱの値段見てみよっか。イベント開始当初は葉っぱ10枚で80ポイントだったんですが、追加分に関しては、葉っぱ10枚で8000ポイントなんですよね何それっていうね。いやまあ交換するものなくなっちゃうよりはいいけど、高すぎでしょっていう感じですね。まあ高難易度でねポイント稼ぎやすくなってはいるんですが、一番難しいね高難易度2はね、ちょっとね俺のレベルでは周回できませんねって感じで、高難易度1は今まであった普通の強いっていう方と比べると250ポイントと500ポイントなんで倍違うんですが、ただねちょっと手動にしないとね勝てないので、普通にあの250ポイントでも普通強いっていう方をオートで周回してる方が、このイベントはいいんじゃないかなと思います。ってとこかな。はい、というわけで、まあ、今回はねあのイベント等のねあの変化というかについては、まあ、こんなところにして、最後にねスパーリングマッチ今日の分戦って動画終わりにしようと思います。お、3勝できてるみたいなので、これは勝てる相手なんじゃないかな。あ、そうだ。ちょっと待って。あ、でもそっか、どうしようかな。いやね、鮮度はね、あ、いや、もうちょっとレベル上げてから入れよう。回復吸われちゃうんでね。じゃあ、このまま行きましょう。さあ。モーダ爆発ボディレンダー、オッケーオッケー、ダブルパンチ、混乱が入る、そして倒す、混乱入る、オッケー。お、相手も生き返らせる系だな。電光石火、そして、ダイナマイトパンチ、まあ、死神の鎌、オッケー。ガゼル、おお大丈夫だね。オッケーオッケー。相手の赤に金のグローブはなんて試合機なんだろう。よしよしよし。さあボディーレンダー、えい、よしよしよし。先に本体が倒れたか。まずは1勝目、続いて2回目いきましょう。まずモーダ爆発。モーダはね即死があるから本体に入らないで周りに当たってくれた方が確率的には美味しいんだろうけど、まあ即死入んなかったんなら本体に入っててもいいのかなって感じかな。パワービルド、パワービルドか、これあれかな、パワーが力型の回復タイプかな。なんかね力の攻撃タイプの試合着とかね結構欲しいんだけどね、技の試合着しか持ってないから、あのメインシナリオの鮮度のイベントとかも、あ、鮮度のストーリーとかもクリアできてないし、ちょっとね速か力の試合着がねマジで欲しい。そろそろよし
試合着の星もなかなかね手に入んないんだよね。まあ装備ガチャの星5自体確率低いし、星5出てもねマウスピースだったりとかあのバンテージだったりとかするから、オッケー、なかなかね難しいところですよね。はい、2連勝できましたので、まあ3回目いきましょう。まあ、あとはね早いとこを5人、レベル50を作ってね、いろんなキャラ使えるようにしていきたいかなというところですよね。まあイベントでね葉っぱ配り始めてるおかげで結構あの早いとこね目標達成できそうかなとは思うんですが、それでもねまだちょっと最後の1体がね1万かかるからね葉っぱでね、最初の頃は5とかしか消費してないのでレベル20といってもね全然何だ5分の1進んでるような感じがするけど5分の1進んでないっていうね、あ5分の1じゃねえか、50分の2だから、あまあまあ50分の20ぐらいと考えて、なんだ100分の40 40% ぐらい進んでるかと見せかけて、まあ葉っぱはね全然もっとたくさん必要で、まだ多分2000か3000ぐらいしかないから、あと7000ぐらい葉っぱ集めなきゃいけないのかな。だから結構しんどいのはしんどい。ドラゴンフィッシュ、オッケー。はい、というわけでね今回のスパーリングマッチはストレートで勝てましたね。4連勝中かな。ただやっぱりね B にいるヌさんがね俺と同じで全勝組なので、まあ強さを見るとね相手の方がちょっと格上っぽかったっていうのもあって、ヌさんと当たる前にこれあれだよね、俺の位置からすると後半から詰めてってるから今日が D の天木さんだったわけだから、明日 C で明後日が多分ね B のヌさんなんだよ。だから今日明日でどれだけ戦力をねアップできるかっていうのも結構このリーグの勝敗にかかってくるかなと、そんなとこですね。はい、というわけでね今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい、んよい。